と思ってましたので、はい、もちろん家族で全然出てるので、それで、自分の家族を紹介するとか、意外とこう熱くなりがちなんですけど、結構こうすごくあっさり高いです、ところが結構面白いなと思って。今まで怒られたりとか、自分の思いが通らなくて泣いてた子供が、今度はあの1年生になったら一生懸命やった上での涙みたいなものを見せるようになってきて、でも今は顔を見せてくれなくなってどんどん、それで最後はもう全く泣き顔を取れなくなった。でもそれってその13年の間のすごく子どもの記録らしい、なんかこう一つ のすごくここに家族のストーリーがあっていいなと思って。これは、まあ、先ほどおっしゃってたように、なんか泣き顔だけでこの子の成長がすごく感じられるって、私もちょっとハッとしたんですけど、なんか家族ってなると、やっぱりお子さんとかおばあちゃん、お姉ちゃんとか、そういう写真になるじゃないですか。でもなんか、お弁当と思って、ちょっと意外性がすごすぎて。こういう、しっかりと残してくれたものを、またこう自分の視点で、お母さんの言葉と、まあ、副写を用いて、なんかこう、新しく、ね、作り直してるので、やり方としては結構面白いし、お母さんのその見つけた文字みたいなものと、そのまあ、こうはお母さんは意図してなかったと思うんですけど、新しく、でも面白いでした。プログラムで。ありがとうございます。結構の家族の写真自分も撮りますし、自分以外の家族アルバムもよく見るんですけど、今回の審査させていただいて、すごくあのなんていうかな、家族写真だったりとかのこう、まあ、編集も含めてこう幅の広さっていうかな、すごく見たことのない家族写真がたくさんあって、楽しかったです。お母さんが子供を撮っているものとか、まあ、お父さんが子供を撮っているものが全体的に多かったと思うんですけど、やっぱりそれはもう愛にあふれていて、みんな本当に可愛くて見ていて、わーっとこっち裏まで幸せになる表情が多かったんですけど、もちろんそれだけではなくて、夫婦の形とか、いろいろな家族の形があったり、家族の数だけいろいろな物語があるなっていうのを、作品を通して感じることができて、自分も家族に写真をまた撮りたくなったり、会いたくなりました。いや、なんか皆さんプロかなって思うぐらいすごく素敵で、なんかその文章だったり、もちろん写真の撮り方とかデザインとか、考えられていて、なんか私もすごく幸せな気持ちになるというか、あったかい気持ちになりました。人間ね、こう生まれてすぐ泣くところから始まって、やっぱ幼い時ってすごく泣くことが多かったと思うんですよね。その泣くっていう表情と、なんかお母さんの言葉だったりとかで、すごくこの2人のお子さんがこう大きくなっていく姿を、が伝わってきて、年数もすごく10年以上集まってますし、しっかりとしたいい本だなと思いました。いつも大粒で立派で素敵だったっていう涙をそういう形で表している言葉があって、でしかもそれがこう大きくこうちゃんと取られてるんですよね。いいの取りましたね。まさにこう立派な涙が映ってて、でこの泣き顔一つ一つがね、やっぱこう愛おしいものなんだなっていうのがすごくこの表紙からも伝わってきますね。この本の最初に、きっと一生の中で見れる一番少ない表情は泣き顔なのかもしれないってあって、みんなムードに泣きながら生まれてくるんですけど、成長しながら泣いちゃいけないとか、泣き顔は恥ずかしいとか思うようになって、人にどんどん泣き顔を見せなくなっているんですけど、人生で一番泣き顔を見せているのは母親だったり家族で、でもその小学校の中学生ぐらいになっ
と家族にも泣き顔を見せたくなくなってきて、それが成長ってことなんだなっていうのをこの一冊で改めて気がついたり思い出したりして、だからこそ泣き顔って子供の泣き顔って尊くて貴重なんだって思って、これからもっと泣いてる子供たちを見たらちょっとじっと見つめてしまいそうというかぐらい、なんかこう泣き顔に対していいものだなって思わせていただいたり、この運動会のどんどん駒が近づいてくるところもいいです。お母さん電車してたんですかね、その決定的瞬間で、これやっぱすごいいい写真だなと思って、このお姉ちゃんもいつか自分のこの泣きながら走った姿を見て、何か何年か後に何かあった時に乗り越えられたりするかもしれないなって思いました。子供ってやっぱり笑顔っていうイメージが私の中ではあって、私もよく笑ってる顔はすごくいっぱい撮るんだけど、泣き顔って意外と撮ってないなっていうのを思って、でもその泣き顔がなんか悲しいとかだけじゃなくって、なんかこう逆にこれを見て励まされるというか、泣いたらこうあなんか笑わせようとかあやさなきゃみたいな風に考えてしまう、私は考えてしまうんですけど、なんかそれをこう一枚に残すっていうことは素晴らしいなって思いました。ここの兄弟の話、タオルを取ってそれが嫌で泣いた、泣いちゃったっていう話も、これも結構兄弟あるあるで、なんかそう、何かを取られて泣くっていうことは結構あるので、ここも可愛いページだなって思いました。なんか悲しくて泣くだけじゃなくて、悔しくて泣いたりとか、嫌だったから泣いたとか、なんかこう本当にその一瞬一瞬を切り取られているのがすごく良かったなと思います。で最後はもう取らせてくれないみたいなのもすっごくわかる。まずこう表紙が素敵、まあ、デザインがやっぱりこう全体的にいいんですよね。やっぱりこう写真を撮ったりとか言葉を入れたりとか、もうその先にまあデザインをするっていう行為も、まあ、この言葉をこう作るときに要素としてはあって、デザインって結構難しいと思うんですけど、この方は、ね、本当にこうデザインがすごく素敵だったなって、すごくまず第一印象ですね。そこから内容としてはこうチェキを結構使ってて、メインのカメラはチェキなんですけど、それをこうお子さんに渡して、それをお子さんの視点で撮った写真、それをこうさらになんかこうカラーペーパーの上に置いて、お父さんとお母さんがこう複写をしているような形だったりとか、そもそもそのチェキの内の写真をママチョコでレイアウトしたりもしてますし、そのチェキをさらに、なんていうかな、お子さんが持って撮ってるものもあって、子供が新しく感じた世界だったりとか、初めて見たものにこう反応したりとか、なんかそういうのって大人になってくると忘れるものだったりとか、どんどん慣れていくものだと思うんですけど、それをこうしっかりとこうチェキで撮りながら、それをこう見て感じた親御さんがこう一冊の本としてこう仕上げていくっていう、まあ、その共同作業のもと生まれていった一冊なんで、なんかそういう作りもやっぱりこう写真が身近になった今、こう新しい作り方だなと思いますね。やってみたいなっていう思う方はすごく多いんじゃないかなと思ったんで、ぜひこういう作りもあるんだよっていうことをなんか知ってもらえたらいいなと思って、この一冊を選びました。家族をテーマにしたときに全体的にすごく幸せな雰囲気だったりとか、温かさとか、漂う、そういう温かいイメージが漂う写真が多かった中、こちらはこの山本さんのなんかすごくドキュメンタリー性がある一冊になっていて、そこに惹かれました。この最初に文章が初めにで書いたんですけど、それを読むとお辛い時期もあったんだなっていうのがすごくわかる文章なんですけれども、それでも撮っているんですよね。しばらくして会えない
時期もあってっていうのがあって、ここからまた新たに多分違う年月でまた撮り始めた写真が始まるんですけど、今度だんだんその山本さんが写真を撮ることにを通して家族への思いが変化していくのが後半部分分かってきて、でどんどん姪っ子さんとの距離が近づいてくるんですよ。最初はちょっとだけなんか距離があるように感じてた写真が、姪っ子さん のこう見方が変わり、一番最後には姪っ子さんがこう自分で撮った写真を山本さんに見せている、近づいたり遠かったりするのも家族の形だったりすると思うんですけど、山本さんこの一冊を通してそのちょっといろいろ家族って何だろうって考える中で、最後は温かい家族像がまた見えてきて、すごくその山本さんの個人的な記録なんですけど、家族に対する思いがこの一冊ですごく伝わってきて、いい本になってるなと思いました。文章もすごい良かったです。一番最初はひどい出来だったっていうのもちゃんとこう書いてあるんですけど、でも全然ひどいとも思わないし、なんかそういうのもこう徐々にこう変わってる変化もすごく面白かったなって思いました。あとはちゃんとこうメニューの何を入ってるっていうのもすごい書かれていて、なんかこう旦那さんに対しての愛情がすごく伝わる一冊だなと思って。